日本神話その2、国生みと神生み。天地開闢の折、神代七代として最後に生まれたイザナギ、イザナミのお話です。天上界に神々が生まれ出した頃、未だ地上には安定した国土はなく、ただ海に漂う油のようなものでしかありませんでした。そこで高間ヶ原の神々は神代七代で一番最後に生まれたイザナギとイザナミに国土を固めるように命じます。高間ヶ原の神々に命じられ、イザナギとイザナミは地上へ降り、雨の浮橋という天と地をつなぐ天上の浮橋に立ち、こと天つかみより授かった雨の寝床で漂う大地をかき混ぜすくい上げました。その時にここから滴り落ちたものが積もってできたのがおのころ島です。この最初にできた島でイザナギとイザナミは八尋殿と言われる大きな家と雨の御柱と言われる柱を建て結婚します。子作りの際、最初に昼子と淡島を産みますが、形を成しておらず失敗したとして海に流してしまいます。これは結婚の際に雨の御柱をそれぞれ右回り左回りをして出会ったところでお互いを褒めるプロポーズをしたんですが、イザナミが先に誘ったことが良くなかったとして、イザナギが先にお誘いをするとしてやり直しました。これが成功し、ここからこの二柱は次々に島を産んでいきます。島生みに成功し、最初にできた8つの島を大屋島の国と呼びます。淡路の穂の沢家の島、伊予の二名の島、沖の三つ子の島、つくしの島、壱岐の島、対馬、佐渡の島、大山と豊明対馬となっており、これら8つの島が形となったのが日本です。この後にもイザナギとイザナミは6つの島を生みますが、大屋島の国イコール日本となります。この後生まれた6つの島が吉備の小島、小豆島、大島、姫島、鹿の島、双子の島となっています。日本を生んだイザナギとイザナミはこの後次々に様々な神々を生み出していきます。最初に生まれたとされているのが大子とお城の神なのですが、これはイザナギとイザナミの喧嘩の仲裁に来た神が間違えられて最初に生まれた神とされてしまったようです。次に片黒神と呼ばれる神々で、建物の材料や構造を表した真柱の総称を片黒神と言います。最初に生まれたのは岩や土を表す岩土彦の神、2番目に砂を表す神岩須姫の神、3番目に塔を表す神王と日分けの神、4番目に屋上を表す神雨の吹き用の神、5番目に吹き終わった屋根を表し薬剤から建物を守る神大屋彦の神、最後に生まれたのが風持つ分けのお塩の神で、こちらは何を表しているのかはっきりしておらず、風や暴風の意味で垣根などと表されている神です。この最初に生まれた無柱が家の神とされています。しかし国生みを終え最初に生んだのがなぜ家の神なのか少々違和感がありますが、とりあえず先に進みます。次に生まれてくるのが大和田積の神、海の神であり和田積と聞くとしっくりきます。次に河口や港を表す港の神早秋津彦の神、早秋津姫の神です。この二柱からは四組八柱が生まれています。水輪の神、水面の神、水路の神、水汲みの神、それぞれが海や川に関わる神として水の神が生まれています。次は風の神、四夏彦の神、続いて木の神、九九の地の神、次に山の神、大山積みの神、草の神、茅野の姫の神が生まれています。大山積みと茅野の姫からは四組八柱が生まれています。土の神、霧の神、谷の神、窪地の神という山や野に関わる神が生まれています。次は鳥の曰くす船の神で、別名を雨の鳥船といい、神が乗る船としても登場します。次に生まれてくるのが大月姫の神という女神で、日本に五穀を生んだ食の神様です。次に火の神として日の柳早尾の神が生まれます。かぐつちと聞くと分かりやすいです。この火の神である家具土を生んだ時、イザナミは陰部に大火傷を負ってしまいます。以上、国生みと神生みの解説となります。ご視聴ありがとうございました。次回は黄泉の国の解説となります。